今日はこの方の性格や恋愛傾向、好きな女性のタイプなどを深く見ていこうと思うんですけれども調べているうちに興味深い事実がありましたこの方は以前ソリョンと付き合っている時があったっていうことですね交際期間は1年半ほどで破局したっていうことなんですけれども実際に付き合っていたのは半年間程度だったっていう風にインターネットの記事に書いてありました 早速この二人の相性を見たところ、非常に良いですね。特に自己の方がソリョンを大好きで大好きでしょうがないと、そんな関係だったと思います。そして最初のうちは両思いで、大いに関係が盛り上がって楽しい時を過ごしたと思うんですけれども、次第に自己の愛情がソリョンにとっては、 重くくななっっっててて鬱陶しくなってきたっていう,ふうに思われます最初は女性側の方も愛情が嬉しく本当に大好きで両思いなんですけれども次第に愛情を重く感じてなんか嫌だなこんなに思われても迷惑だなっていうふうに思うっていう傾向があります。なので 破局の理由っていうのは分かりませんけれども私が鑑定したところによるとソリョンの方が次第に疎遠になって愛情をうとましく思うようになってしまって終わったんではないかと思いますねしかしこの二人の関係というのは女性にとって結婚するには最高とも言えると思いますなぜかというと男性の方が女性に対して非常に愛情を深く持っていて そのままの自分を受け入れれてくれる、そののままの女性を受け入れてくれてかっこつけたりいいところを見せなくても愛してくれるっていう愛称ですから結婚す自己はソリョンがすることや言うことに対して新鮮な驚きを感じこの人といるとなんて面白いんだろうなんて楽しいんだろうっていうふうに思ったと思います。また、 ソリョンのことを大好きすぎて相手を美化しすぎてしまうっていうところもあったと思います必要以上に素敵な人だっていうふうに自分の中で認識してしまったっていうことですね結婚を決断するには男性の方がリードをしないと結婚に結びつきませんし長い結婚生活で 女性の方の愛情が強いよりも男性から女性への愛情が強い方が結婚生活がうまくいくっていう側面はありますのでこの2人は復縁して後々結婚するっていうことがあってもおかしくはないと思います。 また事故の運命の傾向として非常に運がよく生まれていますねだいたい何をやってもうまくいくっていうところがあったり性格がひねくれていないっていうところがあるのでこれからも芸能界で上手に世の中を渡っていけるんじゃないでしょうかまたこの方は人と人との縁にも恵まれやすく人を介して成功を得ることができたり成功をつかむことができたり 良いい人を紹介されて出世でで、きたりっていうことで仕事だけではなくてそれ以外のことでも良縁に恵ままれるって言ってて言いいいと思います。結婚すると男性側の運命に女性側が引っ張られるっていうところもあると思いますのでこの方と結婚した女性は運が一緒によくなるっていうことも十分ありえます。 次はこの方の好きな女性のタイプなんですけれども、先ほど鑑定したようにソリョンと付き合っていたっていうことですから、あのような美人が好きなのは間違いないですね。しかし、ホロスコープを見てみると、美人が好きというよりも美人風であればいいという感じですね。本当の美人というよりも自分に手をかけていて、ファッションやヘアスタイルなどもおしゃれで疎通がない。その。ような な印象の女性が好きだと思いますまた性格的にも明るくて社交的な女性が好きですおとなしい性格というよりもよく喋って笑顔が可愛らしいタイプが好きなのではないでしょうか気が強いくらいでもいいと思います感情表現がわかりやすい女性の方がいいですねまたこの方は怒りを感じたとしても そう簡単にすぐに自分の怒りを紛失させたり、周りの人に気を遣わせてしまうほど怒りの感情を爆発させるっていうことはほぼないのではないでしょうか。穏やかですし、冷静沈着っていうところがあると思います。ただその分、怒りの感情を内側に溜めやすいっていうところもあると思いますので、上手にストレス解消や発散をした方がいいのではないでしょうか。 また、この方の資質の特徴としては、非常に頭が良いですね。ジャンルを問わず、幅広いことに対して勉強家ですし、インプットもアウトプットも得意です。また、人に物を教えるのも上手で、頭の回転はかなり良いと言っていいと思います。また、人と接するのもとても上手で、コミュニケーション能力もありますし、洞察力もかなりあるので、 目の前の相手がどういうふうにすれば喜ぶか、どういうことを言えば喜んでもらえるかっていうのもすぐにわかるタイプですね。また、芸術家としての才能にも溢れています。例えば、こういうものが流行るんじゃないかっていう感じで、流行りのものを先取りしたり、先見の明があるっていうところがあるので、芸能人としても、 これから流行るようなものを作り出すっていうことができるのではないでしょうか。また、この方は常に態度が落ち着いているというか、堂々としているところがあると思います。本人は無意識なんですけれども、常に落ち着きがあり堂々としているので、周りの人からは信頼されやすいですね。この人は大物なんじゃないか。常に落ち着いていて、ちゃんと尊重しないとならないっていう風に自然と周りの人から思われるタイプです。 非常にカリスマ性がありますこのように頭の良さでも外見でも人間関係でもいろいろなことに恵まれている事故なんですけれども注意するところがあるとするならばちょっと気まぐれっていうところがあるかもしれないですね。これは特にに人間関関係係や恋愛関係に対してです今日は この人と仲良くしていたんだけれども次の日にはそうでもなく急に冷たくなったりっていう感じで熱しやすく冷めやすいっていうところがあると思います。自分でで、は無意識で 本能のままに動いているだけなんですけれども周りから見るとよくわわからないい人っていう,ふうに思われがちですまたこの方は多くの人から憧れられたり友達になりたいっていうふうには思われていると思うんですけれども本人としてはそんななにこういういいいいい関係を広くしたいとと思思っているわけではないと思います限られた信用できる人たちと安定した関係を築いていければ良いとそういうふうに思っている節があります。 また最初に言ったようにこの方は恋愛関係になると相手の女性のことを美化しすぎる必要以上に素晴らしい人だと思ってあがめ奉ってしまうっていうところがあるので誰と付き合うにせよ冷静な目っていうものは持った方が良さそうです。しかしかこの方は、 自分の力で幸せを引き寄せたり目標を達成するという力が普通の人よりもかなり強いですし理想をを現実に変えるるといいうパワーをものすす。ごく持っている方ですまた有力な支援者や協力者に恵まれやすいっていうところもありますのでこれからも自分の才能と運の良さを生かしてどんどんと活躍するのではないでしょうか。 今日は以上となります。ありがとうございました。